はい、どうも皆さんこんにちは。ですね、今日は、通常放送ではなくてですね、ポッドキャスト、6万5000回再生記念、フリートーク会ということでですね、お送りしていきたいと思います。まあ節目節目の恒例企画でございますけれども、まあこういうね、ポッドキャストが今まで6万5000回再生されたということで、まあ、それがどんなことなのか僕もよく分かっていません。でこれが多いのか少ないのかそれすらも分かってません。だって500回以上放送してますから、それが6万っていうのはなんか多いのこれ少ないの分かんないっすっていうね。でね、1個の動画で 6万回再生される YouTuber とかもザラにいますから、まあ、そういう意味では少ないし、まあこうやってね、じっくりね、聞くような、こういうコンテンツで、それだけね、聞いていただいたというのは、本当にありがたいことだなと、まあそういう、感謝も込めてですね、話していきたいと思います。で、ですね、まあYouTube で聞いてらっしゃる方ね、これ毎回言ってますけれども、ポッドキャストで聞くとバックグラウンド再生ができますので、スマホで聞いてらっしゃる方は大抵、Apple であったり、Google でも、まあいろんなポッドキャストのプラットフォームありますから、まあそこから、検索していただきますと、必ず見つかりますので、陣内義塾と検索していただきますと、YouTube と同じコンテンツが音声だけで広告、まあ YouTube は広告入れてないけど、でもタップした時はね、なんか広告出ますよね、多分ね、どんな、動画でもね、まあそういうのもないと思いますし、おすすめでございます。それでですね、まあ時々ね、コメントをねくださる方が いまして、でまあ僕は毎回言ってますけど SNS、一切していないので、そういうこういう YouTube でのコメントに対して返すみたいなのもまあ SNS 的なやり取りになってしまうので、ちょっとですね差し控えさせていただいてまして、ただコメント全部読んでいます。そしてこの、ねポッドキャスト記念動画で、コメント返しをね、この動画の中でしていくという、スタンスをちょっとね、試みております。ただまあこれを見てもらわないことにはね、コメントされた方は僕が応答したことにすら気づかないという、まあ、そういうジレンマはあるんですけど、まあ、見てくださることを信じて、ね、コメントに対して僕がコメントに対してコメントする、まあ、そんな回、やっていきたいと思います。で今回もですね、いろんなコメント、まあ、最近の動画から過去の動画までですね、いろんな方がコメントくださってて、でまあほとんど全て拾っていきたいと思います。まずですね、1ヶ月前の動画で、1ヶ月前のコメント、これね、シャープ20、これね、サイコパスの見分け方とその対処という動画を僕出したんですね。それに対して最近、コメントをくださった方がいまして、これね、TJ クックさんと読むんでしょうか。ですね、この方が、外面はいいですよね、と。時間もお金も精神的にもすり減って、本当に怖い経験をしました。無茶ぶりが多く、いいように利用されているだけで、人を人と思っていない扱いをされているような気分でした。同じ人間なのに、こうも違うのかと恐怖を感じてしまいました。でもいるんですね。共感性がなく、良心も持たず、罪悪感も持たず、当然のごとく他人を道具として扱う、そんな人間が世の中にはいるのだと身をもって体験しましたという、まあ、こういうですね、恐怖体験のね共有をしていただきました。本当にですね、まあ、このサイコパスの見分け方とその対処という本は、これなんかね、なんかの本をベースに話したと思うんですけど、まあ、著しく共感能力を欠く人というのがですね、これね、遺伝的になんかあるらしいです。100人に1人とか、うん、それぐらいの割合でいるんだということが分かってきていて、でもそういうことをね、実は研究するのってちょっと実はタブーでもあって、そうするとその人って、
それが分かっちゃったら事前にね、そしたらその人共感能力を欠くという、サイコパシー気質っていうんですけど、そういう人はその多くの人に害悪を与えるだろうから、じゃあそういう人どうしたら、もう最初から牢屋に閉じ込めちゃおうかみたいな話になっていくと、もう全くね人権とかなくなっちゃうし、すごく難しい問題ではあるんだけれども、でもある一定の確率でこういう共感能力を欠く人というのがいます。で、そういう人とある生育環境とかが組み合わせてしまって組み合わさってしまった時に、それは悲劇になるんですね。で、やっぱりそういう人たちというのは本当に周りをボロボロにしていきますので、もうサイコパスの本に書いてあったのは、もうそういう人に出会ったら、もしあなたが出会ったら、もうできることは一つです。一目散に逃げ出すということですね。一切関わりを持つべきではありません。はい、ボロボロになりますから気をつけてください。そういう本を僕は、ここで紹介したんですけど、まあ、この方もね、出会って痛い目を見て、本当に今後そういう方に出会わないことを願いますし、もし出会ってしまったら本当に関わらないことですね。本当にこれしかないと思います。治療しようとか思わない方がいいと思うんですよ。ボロボロになりますから本当に森で熊に会ったと思うっていうのが大事だと思います。はい、次行きましょうですね、次、482番、シャープ482、世界は贈与でできている第2回、こちらの動画にですね、1ヶ月ほど前に、これハリヨシア先生、これ牧師先生ですね、私の、存じております。で、短いんですけれども、深い洞察ありがとうございます、このように言語化してくださることでストンと落ちましたというふうに、感想くださいました。本当にありがとうございます。いつも聞いてくださってありがとうございます。そしてですね、この動画ではですね、確かあれですね、鶴の恩返しのね、その鶴がなぜ自分が鶴であることを知られてはいけなかったのか、それはもし、知られてしまうと、この旗を折っているという行為が、贈与ではなくて返礼になってしまうと、そして返礼というものは呪いをもたらすんだみたいな、そういう話なんですね。で、この、まあ、世界では贈与でできているね、結構僕自身も読んでて面白かったですし、まあ、動画もね、結構皆さん面白いよと言ってくださった方が何人かいて、このようにコメントくださって本当に感謝いたします。次ですね、次はですね、ポッドキャスト 5万5000回記念トークの動画にコメントくださった、これですね、あさりはじめさん、はじめくん、僕、知り合いでございます。元気にしてい、いらっしゃるでしょうか、ね、2年ほどですかね、会えてないんですけれども、またね、会いたいですね。で、ですね、本当に、なかなか会えないねこんなに会えないとはね、思わなかったですけども、はい、でもいつかまたね、会いたいなと思います。元気にしてるかなと、元気にしてると思いますで、で、ケイタさんファンとしては、ケイタさんの名前が出てくると嬉しいですと、いつも聞いていきますと、聞くだけで得する YouTube ありがとうございますと、嬉しいコメントくださってます。これね、ケイタさんという方がですね、村田ケイタさん、この後出てきますで、が時々コメントくださるんですね。で、この村田ケイタさんは、この方も牧師先生でございまして、ね、北海道の方でね、牧会をなさっていて、僕もお家に泊めていただいたこともありますし、ね、一緒にサッカーをしたこともありますしですね、本当にお世話になっている方なんですよ。で、まあ、共通の知り合いの名前が出てきて嬉しいよという、そんなコメントくださいました、ありがとうございます。次ですね、次は世界は贈与でできている第3回、これシャープ484の放送なんですけれども、ここにですね、2km2KMM だから、別に 2km、2kmm、2KMM という、方ですね。はい。2KMM なのかな？なんか、バスケットボールのゲームで 2K20 とかあるじゃないですか。あの感じなのかわかんないですけど、2KMM さんがですね、これ、この方ね、時々コメントくださる方なんですけども、コメント常連の方でございます。で、この方がですね、内容とはかけ離れてしまいますが、個人的なことで気持ちが晴れたというか、救われたのでコメントさせてください。ここ数年ずっと怒りに支配されて許せないことがありました。許せるようになりたいと祈ってきていましたが、長い間そのことで、
ね、悩み苦しかったのですが、今回の内容3回のお話を聞いて、ふと自分の気持ちの落としどころを発見したような感覚に陥り、気持ちが楽になりました。毎回素敵な学びをありがとうございます。働きに感謝です。これからもお祈りさせてくださいと、本当にですね、ありがたいコメントだなと思います。で、この 2KMM さん、このね、世界はゾヨでできているという3回の放送を聞いて、まあいろんなね、心理的に引っかかっていたところがあったんだけども、すっと落としどころが見つかったような感覚を得たと。でね、これね、多分僕はそのね、どの部分が響いて、どういうことが心の中で起きてということは、ここに説明されていませんから、類推するしかないんですけれどもあのね、これね、おそらくですよ、おそらく人間のね、その心ということを考えたときに、結構ね、陥りやすい罠というのがあって、それは、あらゆる、そのアプローチに言えることなんですよ。例えば、そのクリスチャンカウンセリングだと、過去のね、こう、許していないことを許したら、心が楽になるはずだとか、過去のその心理的なトラウマが、そのイエスによって、その解消されて、そこで十字架につけてみたいな、そうすると楽になるはずだみたいな、そういうフレーミングをまずするんですね。で、これフレーミングの罠で、でそのフレーミングに固執してしまうと、実は時々デッドロック状態になるんですよ。実はその問題って、その問題をまた別な角度で見ることで解消されるっていうのも変だけど、また前に進んでいくことができるっていうことってよくあって、でこれをリフレーミングって言うんですよ。でフレームを変えるって言うんですけど、フレームってね、絵の額じゃないですか。で絵の額を変えてやる、つまり前から見ていたものを後ろから見てやる、後ろから見ていたものを横から見てやる。でそうすると違うフレーミングで物事、問題を捉えることができるようになるから、そうすると、まあ、この方の場合は許せるか許せないかっていうところでずっと悩んできたんだけど、いやこれ許すとか許さないとかじゃないんじゃないかと、そもそもみたいなことが分かった時に、あ、これは前に進んでいけるぞというふうになることってよくあります。これね、心理学で言うと前者のアプローチですね。許すか許さないかっていうのはフロイト的なアプローチになります。で、後者の僕が言ったリフレーミングっていうのは、アドラー的なアプローチになるんですね。で、この、取りもなさず、この、世界が、は贈与でできているという、この近内さんというですね、著者、若い著者なんですけど、この方自身がビトゲンシュタインの言語ゲームとか、あとアドラーも学んでると思うんですよね。だから、結構ね、リフレーミングの話でもあるんですよ、これ。だからリフレーミングという言葉は出てこないんだけど、これ実は贈与ということをリフレーミングしてるんですね。なので、そういうことでもしかしたら心が楽になったっていうこともあるんじゃないかなと思います。次行きましょう。483、シャープ483、自分が正当的であるというバイアスについてという動画、これ人類と聖書研究棟ですね。そこにですね、4週間前に、出ました、村田さん、これ村田啓太さんのことですね、がですね、こういうふうに書いてくださっています。コメントくださっています。私たちの解釈は罪深く誤りに陥りやすい人間の解釈に過ぎない。これカイザー、多分、聖書学者とかだと思うんですけども、ことを忘れてはならない。大切なことは、聖書は誤りなき神の言葉である信仰に立って、より正しい解釈を謙遜に求めてやまない信仰の情熱を生涯持ち続けることであると。でこれね、西光さんという方の天地創造の6日間という命の言葉社という本があるそうでございます。でこの本、私ちょっとまだ未読なんですけれども、面白いですね。で、自己正当化バイアスにならないよう聖霊の導きを切に祈りますと、いつも配信感謝しますケータというふうに、温かいねメッセージをいただきました。このちょっとね、聖天地創造の6日間面白そうですね、これね、命の言葉者、はい。で、まあカイザーというですね、その聖書が学者言う通りだと思うんですね。でこれね、やっぱね、自分を疑うっていうことって、実は案外というか、本当に一番難しいことでもあって、うん。で、なんだろうな、結構ね、僕がこの動画で言い続けてることの一つってそこでもあって、なんだろうな、で、僕って結構その、じゃあクリスチャンの中で、いわゆるその、ファンダメンタルな信仰と、
ね、リベラルな信仰があるっていう時に、僕って多分リベラルな人から見たらファンダメンタルに見えてると思うし、ファンダメンタルな人から見たらリベラルに見えてると思うんですね。で、多分それは僕があらゆる教条を拒否してるからです。教条っていうのは教条主義の教条ですね。で、教条というものは思考停止の別名だと僕は思っていて、で、やっぱり自分は絶対に間違っているはずだと思い続けるから勉強し続けるわけですよね。で、そういう態度でいるとですね、ある教条には絶対ハマることができないわけですよ。つまりこの教派ではこうとされている以上質問は受け付けないみたいな態度に僕は我慢ならないんですね。で、同じ結論に自分が本当に真理を探求して自分を疑い続けて、そして今のところ暫定的に同じ結論に至るということはあるけれども、最初からこの権威のある学者が言ってるんだからそうに違いないっていう態度は僕は絶対取らないと。で、それはやっぱり神学においてもとても大切な考え方で、いや、神学においてこそ大切な考え方だと思います。なぜなら神学というのは神の学じゃないですか。で、神の学であるならば、大前提として人間というのは常に不完全だという大前提に立たないといけないですね。で、その大前提というのは、今私が聖書を解釈しているその解釈すらも誤りである可能性があるという、どこまでも自分を疑っていくという、そういう態度こそが僕はやっぱりですね、信仰者の持つ、また神学していくという、生き方だと理解しています。次行きましょう。次はですね、シャープ3、本当に初期の放送、これパパは脳研究者という、本ですね。この本を紹介した、動画で、よりよく生きるという、ペンネームの方がですね、4週間前にこれね、今日買った本ってコメントして、その後もう一回、若くはないよ、もう50歳の初老とコメントしてくださってます。これ何のこっちゃって感じなんですけど、このよりよく生きるさんは多分このパパは脳研究者っていう本を書店でテクテクテクって買ったんでしょうね。ああ、この本面白そうだな、買った。で、家で、開いた。で、この動画、この今日俺が買った本を、じゃあ YouTube で検索してみようって言ったら、僕の動画が何番目かに来たんでしょうね。で、僕の、放送を聞いていくと、この近内さんという若い研究者の方が、と確か僕言った、記憶が確かにあります。それに対して、まあ、いや、こいつ初老だしっていう、はい、はい、としか言いようがないんですけども。で、また、なんていうか、50代の研究者が若い研究者っていうのは、別に、ある話というかね、だって、なんだろう、70代ぐらいの研究者の中では50代って若手だし、なんで全然はいって感じなんですけど、なんだろうな、初老の研究者があって僕に言ってほしかったのかな、本当に分かんないですけど、分かんないですでもなんかこういう人って本当に何なんですかね。まあ、この人多分この放送は絶対見てないと僕思いますんで、99% 見てないと思いますんで、なんかここでこの人についてあんまり語るのも悪口みたいになっちゃうから、あんまり気が進まないんですけど、でもこういうさ、なんか見も知らない人に、なんていうの、タメ口で喋ってきて、しかも説明不足だし、なんかこう、しかもその内容についてなんかね、語りながら、なんかちょっと、上げ足取りっていうのもないんだよね。なんかなんだろうね、これね。マウントなのか、マウントでもないな。なんだろうね。こういうさ、なんかもう間違いを訂正するのは確かに楽なんだけど、あ、これね、ちょっと今思い出したわ。なんかね、時々ね、僕ね、図書館でいっぱい本借りるじゃないですか。で、そうすると、これ本当何なんて皆さんにも考えてほしいんですけど、本というものは誤植って、まあ、必ずと言っていいほどあるんです。やっぱりこれ版を重ねた本ですら誤植が残るっていうのは、やっぱ人間の目ってね、完璧ではないから、著者も何度も読みました、編集者も確認しました、最後校閲を経ました、それでも誤植ってあるんですよ。例えばなんだろうな、そうですね、例えば最高という、改めて考えるというところが最高、最も高いになっていたりとか、そう、誤変換とか誤植ってね、やっぱどんな本でもやっぱある程度残るんですよね。で、そういったものに対して、何て言うの、
いちいちなんか鉛筆でね、なんか訂正してる形跡があったりするの、図書館の本に。で、あれってさ、なんか、いやいやいや、いいんだけど、なんか、黙っておけないかなっていうかさ、なんかその、なんか、わかります？皆さん。なんか、その人の間違いを、なんか、指摘することによってしか、なんか、自分を表現できないような人って多分いて。でもそうじゃなくて、人がね、じゃあなんか作ったものに、ああ、それ間違ってるよっていうのは、本当に1のエネルギーで済むんだけど、それを、作るのにはやっぱ100のエネルギーがいるんですよ。でもその人ってなんかその100のエネルギーは使いたくないんだけど、なんか自分が言った感じっていうのを得たいっていう、そういう感じがして、で、そういうやつってやっぱいたじゃないですか、クラスとかにも。これ間違ってます。先生、そんな感じ間違ってます。みたいなこと言って、それしかしないやつでもさ、一番大事なのはそれをちゃんと学ぶことだし、で、なんだったら間違ってるって分かったなら自分の脳内で変換すればいいしっていう話。なんかごめんなさいね、なんかごめんなさい、なんかこのよりよく生きるさん傷つけたらごめんなさい。次行きましょう。次、シャープ391番、何を言うかではなく何をするかという、これはですね、これも人熱接種研究とで、話したんですけども、ここにですね、新村ゆかさんかな、これは私の知り合いの方でございまして、3週間前に、ですね、コメントくださってて、確かに私のクレジットカードの明細を見ると神様を第一にしているとは決して言えないですね、という、まあこれね、汗と、まあ謙虚なねコメントくださいました。で、これはね、だから自分がその自分のというか、その人の、が何を大切にしているかを知りたければ、その人のクレジットカードの明細を見ればいいっていう、これ立候連かなんかがメッセージで言ってて、それを僕確か引用したのかな。で、まあこれに対して本当にね、こうして自分を客観的に見て反省できるということは本当にそれだけ謙虚だという方で、ことでありますから、本当にですね、こういうコメントくださって感謝いたします。で、じゃあ僕はどうなんだと言われたら、僕だってですね、そんな胸を張れるようなクレジットカードではないんですけれども、そういう客観的な目を持つっていうのは本当に大事で、ふと振り返って、じゃあ自分のね、クレジットカードもそうだけど、スケジュール帳もそうなんですよ。自分のスケジュール帳を見ると、あなたが何を大事にしてるか、これあなたが大事にしてるものは神様なのか、それとも他のものなのかっていうのは、スケジュール帳とクレジットカードを見ると実は分かります。あなたが言っていることによってはあんまり分からないんですね。なんでですね、この考え方、本当にですね、大事な考え方ですよね。次行きましょう。302番、フロー体験喜びの現象学、これシャープ302番の、フロー体験喜びの現象学、これ畜生富肺の、これ確かね6回ぐらいにわたってね説明したんですよ、解説した、かなりね頑張ったね、あのね動画なんですよ。で、これ3週間前にこの動画にですね、第一四倉さんという方がですね、コメントくださってまして、こういうコメントなんですね。こんにちは、私はバスケットボールのコーチをしていて、フロー体験について勉強したくてこの動画にたどり着きました。この重厚な本の解説、簡単ではなかったと思います。すごいありがたいです。移動中、通勤時間などに聞いています。これからも頑張ってください、というですね、嬉しいコメントをくださいました。まあ、こういう風にね、本当にこう誰か見知らぬね、まあ、大地さん、これを、僕のこの動画も見てくださってたら本当にありがたいですけど、まあね、別に見てない可能性が高いかなとは思ってるけど、でもですね、それでもこうして、見て、聞いて、そしてコメントくださって、本当に僕はこういうコメントを読むとやる気が出てきます。で、ね、お会いしたこともない、方、知らない方が、それでもその自分のバスケットボールのコーチに、自分の動画のね内容を少しでも活かしてくださって、そのねバスケットボールのチームが少しでも強くなったりしたら、本当これに勝るですね、喜びはありませんので、ありがとうございます。次行きましょうか。ここでも、また再登場ですね、シャープ491番、死を知らない世代という動画に対して、村田啓太さんがですね、2週間前にニーバーの祈り配信感謝します。啓太という、もう本当にね、もう
禅のようなこう本当に澄み渡る心澄み渡るコメントをねくださって、本当に私も心が洗われました。ちなみにこのニーバーの祈りというのは、アメリカの神学者ねラインハルト・ニーバーという、人が、言ったとされるね、主よ、変えられるものを変える勇気、変えられないものを受け入れる心の平静、そしてその両者を見分ける知恵を与えてくださいというこの祈りでございますね。それを多分僕はこの動画で言ったんでしょう。そういうことでございます。次行きましょう。これはですね、これもね結構前の動画で、聖書から見るお金と信仰という動画、これに対して、2週間前に北山剛さんと読むんでしょうか、この方が金銭を愛することが悪でお金自体は悪じゃないんだよな、お金が行くところに心もあるのか、俺はほとんど食事だ、あとはタバコとコーヒー、正しい仕事で金銭を得たいですね、働くということは生きるということかというですね、もう本当に内面の声が全部出ちゃう人なんですね、この人ね。昔だから、悟られっていうね、漫画および映画がありましたけど、この人多分悟られなんでしょうね。コメント悟られなんでしょうね。思ったことが全部コメントとして表示されてしまうというね、病気にかかられているという、本当に一刻も早い治癒をお祈りしますということで。でもなんかすごいね、ここまで正直に書いてくださると本当にね、謙虚で正直な方だなと、尊敬いたします。次行きましょうか。次はですね、クリスチャン恋愛講座、結婚前の信仰者が知っておくべき恋愛結婚に関する25のことという、この動画がですね、実は、これね、本当いつだったかな、2000、相当初期、もう、今のシリーズの放送始まる前ですよ、これアップしたの。ほんで、しかもこれってね、なんかね、音源は、愛知県の ICBC という教会で、ユースのためにセミナーをしてくれと午後に言われて、もうこの際だからもう言っちゃうとノブさんという人から言われて、でノブさん元気ですか、ちなみにノブさん聞いてないわな、はい、で聞いててほしいな、まあいいや、でノブさんにちょっとしてほしいんだけどと言われて、でね、午後の、なんか、で、午前中に礼拝でメッセージさせていただいて、で、午後にね、2階の ICBC の礼拝堂って、まあね、マックスではやっぱ150人ぐらいは入る、それぐらいの広いところなんですけど、そこに、集まった中高生が確か4人だったかな。で、その4人に対して、まあね、僕は一生懸命話したんですよ。ね、この恋愛結婚に関する25のことっていうのを。うん、でもそのね、4人に話してよかったなと思っていた。そしたらその音源をもとに、まあ、アップロードしてみた。そしたら今、確かね、1万回以上ね、再生されてるんですよ、この動画。結構ね、この動画ね、なんか僕が噂に聞くところによると、なんかある東北のクリスチャンの、なんか、若者の集会で、この動画を教材に集会をしたみたいな、その結婚恋愛セミナーをしたみたいな話も聞いたし、なんか案外ね、なんかいろんなところでね、利用してくださっている人がいて、まだ未だになんか定期的に見られているという、まあそういう動画の一つなんですけども、まあこの動画に対してですね、2週間前にこれシオン T さんという方がですね、こういう2個コメントあるんですけど、結婚したいからクリスチャンでよほど生理的に無理な人じゃなければいいやっていう考えだったけれど、お話を聞いて具体的にちゃんと条件を挙げなければいけないんだと分かりましたと。で、その直後にこういうコメントですね。他人にも優しいかが大事だっていう理屈は分かるけど、自分の場合自分以外の人にも優しいのを見ると脈ないんだなと思って諦めてしまうという、こういうコメントをくださった方ですね。まあ、このコメントのその文体であったり内容からさするに、多分まあお若い方なんじゃないかなとお見受けしますね。まあ、で、性別書いてないですけど、おそらく女性ですよね、この場合ね。だっています、その男性でね、女性に対して自分以外にも優しいとしくしてると脈ないんだと思ってしまう男性、まあいるか、いるけど、でも、おそらくこの手のことを言うのは女性なんじゃないかなと思っています。そして若い女性なんじゃないかなと思ってます。で、それで、まあこのに関しては、
僕ね、だからこの25のことの中の一つに、その相手がその自分以外の人に対してしている態度ですね。それが結婚した後の自分に対する態度になりますから、そこを観察しなきゃダメよっていう話をしたんですよ。で、やっぱね、よくね、あるのは、本当に女性で、その自分に、この人は本当に自分に優しい。ああ、自分に優しい。だから、なんか優しい人と結婚したいとかっていう女性って本当多いじゃないですか。で、その優しいっていう意味は、自分に対して優しいっていう意味なんですよね、多くの場合ね。でも、見なきゃいけないのは自分以外なんです、本当は。これね、結婚すればわかりますし、結婚した方は大体同意してくださると思うんですけど、これね、男なんて、ね、男なんてって言うとまあ雑だけど、あれですよ、恋愛中の男なんて、恋愛中の女性に優しいなんて当たり前で。で、もっと言えばですよ、さっき言ったサイコパス気質の男性であればあるほど、実は交際相手にのみ優しいということを、ある一定期間は上手にすることができます。で、これが結構世にある DV の案件のかなり多くを占めているんじゃないかなと私は踏んでるんですね。僕の知り合いにも DV で苦しんだ人っているんですね、何人かね。で、そういう話を聞いていくと、やっぱりね、その人たちに共通する、その女性たちですね、に共通するのは、やっぱり優しい人と結婚したいと言っていました、独身時代。そして、結婚した理由を聞くと、自分に対して優しかったからって言ってます。で、その後、じゃあその人どうなったかというと、ね、結婚してしまうと、その人は、妻に対して、その男性は自分に対してだけ、つまり彼女に対しては優しいんだけど、例えば、ね、なんだろうな、駅員さんとか、飲食店の従業員とか、そういう人には怒鳴りつけるみたいな態度をしている。だ、お前、店長呼んでこい、店長。ね。ね、ハニー、このパスタ、美味しいよね。このパスタを君に食べさせたくて、ここに連れてきたのさ。おい、店長。おい、ちょっといつものこのパスタとちょっと味が違うんじゃねえのかい。今ピンポンって鳴ったんじゃねえのかい。ほんであら、店長呼んでこいや。ハニー、今店長呼んできたからね。みたいな。こういうやつはね、本当にね、クソなんですよ。こういうやつと本当に結婚したらダメですよ。そうすると、あなたは今度結婚すると、店長呼んでこい側の人になりますから。これは本当覚えておいた方がいいと思います。だから、シオンさん、シオン T さん、この動画をもし見ていたら、これ本当に心に刻んだ方がいいと思います。はい。次行きましょう。500、シャープ500でございますね。生きがいについて、に対して、生きがいについて、っていうね、これ2回に分けて、一旦、動画出しましたけど、これに対してですね、2週間前に、はるかに思う、あ、これやべえ、読めないわ。入る辺に鳥と書いて、なんて読むの、これ。なんて読むんや、これ。読めない。おいら、これ読めない。の海 さんですね。はるかを思う。おいら、これ読めないの海さんからですね。コメントいただきまして。これですね、こういうコメントなんですね。こんにちは。なぜか YouTube におすすめされて拝見しました。神谷美恵子さんの生きがいについては昔読んだことがあり、また彼女が翻訳したマルクス・アウレリウス自省録なども読んでいます。当時は哲学的に立派な医師として尊敬していましたが、最近では激しく批判されているようで少し困惑しています。ハンセン病は感染力が弱く、また特効薬ができたのに、なぜか日本は、かなり遅くまで強制隔離政策が維持されたり、強制断種されたりといった人権侵害が行われた。その強力な推進者が長島愛生園の初代園長の、幸田健介であり、神谷美恵子は幸田に心酔していて、その人権侵害に加担したとの批判です。私のような素人からは何とも言えないのですが、しかしながらもう素直な気持ちで生きがいについては読めないのは確かです、ということでですね。これね、僕も知ってるんですよ。これね、新井秀子さんのハンセン病とキリスト教というね、本ね、僕ね、最近読んだんです。で、そこに書いてあったんですけど、それはおっしゃる通りなんです。神谷美恵子さんは確かに、そのハンセン氏病を、
の患者の人たちを救うというね、使命を持った立派な医師だし、そしてまたその、思想哲学、また生きがいについてという本の素晴らしさ、これは間違いないんだけれども、実は、日本のですね、ハンセン氏病政策ってですね、やっぱ隔離ということを旨としていたんですね。で、それを強力に進めたのが、このおっしゃる、幸田さん。という意思なんですよ。で、それに対して少数ながら人道的なね意見を唱えていた医師もいたんです。それは、つまり、ハンセン氏病ってのはそもそも感染力も少ないんだし、ね、そして特効薬もあるんだから、あ、で当時は多分特効薬があったのかな、ごめんなさいね。で、ね、でも薬がある程度効くんだから、だから隔離なんてする必要はないんだよと言っていた。 そっちの方が今では主流だし、そっちの方が正しいんです、科学的にね。だけどその強力なその隔離政策というものに加担した人間として神谷美恵子が最近は語られるようになってきているという流れも僕は知っています。なのでそのことをこの方はおっしゃってるんだと思うんですよ。でただですよ皆さん、ただ考えてほしいのは、僕は別に神谷さんを擁護するつもりもないし、でそれはそういう面があったのも事実だろうと思います。ただね、やっぱりどんな立派な人にもその時代の中でしかものを考えられないという制約がつきまといますから、それをもってその人の今も普遍的に響く言説も捨ててしまうというのはちょっともったいないのかなと思うんですね。でこれあらゆることに言えるんですよ。これね、まあだからそのなんていうの、赤子とともん、なんだっけ、産湯とともに赤子を捨てるみたいな言葉があるじゃないですか。あるいはその、ね、角を貯めて牛を殺すみたいな、言葉もありますけど、要はそのこの魚は小骨があると、じゃあこの魚捨てちゃおうっていうのはもったいなくて、小骨を取って身を食べればいいわけですよね。でこれね、例えばですよ、じゃあそれを実はそれ全部ね、そういう風な現代の価値観から潔癖に、なんていうの、現代の価値観からは受け入れられない思想を持っていた人を全員排除してしまうとですね、これ例えば聖書のアブラハムなんて全然ダメですよね。たくさん妻を持っていたしね。はい、でロト、ロトは近親相姦じゃなかった、確かね、ノアとかもそうですよね、とかだし、もうちょっと考えられないじゃないですか。でも我々はノアの言葉も、またアブラムの言葉も響くわけです。でこれってね、大事なことがあって、今の価値観でそういうふうに過去を否定し続けると、今現代人の言葉しか我々聞けないってことになっちゃうわけですよ。はい、であともう一つは、そうですね、他の例を挙げると、例えばね、カール・バルトという神学者がいるんですけども、この人はやっぱり20世紀最大の神学者と言われていて、まあ、この人の、言ったことが今の神学者のベースになっていることがたくさんあるんですよ。でもこの人の、じゃあカール・バルトの生涯って実は愛人がいたんですね。秘書を愛人にしていたりします。あるいはですね、マルチン・ルター考えてくださいよ。まあ、プロテスタントでマルチン・ルターをね、否定する人いませんよ。マルチン・ルターの上に、我々ね、やっぱり立てて、なんていうの、その宗教改革の上に我々その信仰の遺産を負ってるわけですから。だけどマルチン・ルター、あの人ですね、反ユダヤ主義者ですよ。で言えばもう差別主義者と言ってもいいぐらいで、じゃあだからマルチン・ルターの言ったことは全部ダメなんだ、やっぱカトリックに戻ろうってことにはならないわけですよね。なのでその辺やっぱなんかこう小骨を取って身だけをね、いただくっていうのも結構読書とか学びにおいて大事なことなんで、その辺上手にやったらいいんじゃないかなっていう感じはします。もうちょっとだけ結構長くなってきたけども、頑張ります。次ですね、2200円払って夜からなんですを視聴して学んだことという動画があります。これもですね、結構ね再生されまして、今1000とか2000とか言ってんのかな。で多分これは普通に夜からなんですで検索すると出てくるからとかだと思うんですけど、だから僕多分普段聞いてない人が多く聞いてくださったっていう感じがあるんですね。でその中で、高梨広義さんという方が、2週間前に、こういうふうに、書いてくださってます。ビデオニュース .com の画像で次のようなものがありました。安倍首相の記者会見で質問を受ける場面です。会見場の記者席は記者クラブ席と非記者クラブ席とに分かれていて、質問は挙手した記者から首相が3名を指名するものでした。最初の2件は記者クラブの記者が、して残りがもう1人になった時に、記者クラブ席では誰も挙手せず、後のかす、その後のあ
席、あ、後ろの席か、いやちょっとすいませんね、後ろの席の、記者のを指名しました。その記者は NHK の島ですと名乗って質問をし、首相はそれに回答しました。首相は3件の質問の回答を用意して待ち構えているので、予定外の質問が入っては記者会見が成り立たなかったのです。この NHK の記者指名の場面は新聞テレビで報道されることはなく、わずかにビデオニュースが報道したのみでした。もちろんこの場面には会見に参加した全ての記者が立ち会っています。報道は何が報道されたかが重要ですが、同時に何が報道されなかったかも重要です。ビデオニュース視聴者以外はこの記者会見の実態を知らされることはありませんと。まあ本当にですね、まあ貴重な情報提供ありがとうございますね。この高梨さん、おそらくビデオニュース .com のね、サブスクリプションで、ね、見てらっしゃる方だと思うんで、あ、僕も知らなかったですね。本当に大切な、ね、情報提供ありがとうございます。そうなんですよね、報道が何を言ったかよりもですね、何を言わなかったかが大事だっていう視点を持つことはすごく大事ですね。で、まあこの夜からなんですのね、僕のその見てその感想を言うっていう回だったんですけども、非常にそのメディアとその政権の結びつきとかですね、まあ、そういったことについて詳しく解説してますので、興味ある方は見てみてください。次行きましょう、シャープ501、神が不在の戦いに対してですね、2週間前にこれ、オナハ愛知君というですね、これの方、私知り合いでございます、ね、本当にでも、もうね、10年以上会ってない、そういう知り合いですけれども、懐かしいですね。はい、愛知県で僕、お会いしましてですね、今多分沖縄にいらっしゃると思うんですけどもね、どんなことをなさっているんでしょうか、結婚しているんでしょうか、ね、本当に元気でいるといいなと思います。で、その方がですね、しゅんくん YouTuber だねと、ひげ生えてるけど変わらず、そして分かりやすいねという、まあ、ことで、うん、まあありがとうございますありがとうございます。まあそんな感じですね。ね、元気にしてください。ね、体に気をつけてください。次行きましょう。2200円払って夜からなんですを視聴して学んだことに対して、バンコクさんですかね。バンコク13さん。これなんかモンゴル800さんみたいな感じでいいですね。バンコク13さんからですね、メディアを制する者は日本を制すってなってるから、政権関係なく自民党は勝ち、あ、政策関係なく自民党は勝ち続けるシステムという、もうまさに本当にそういう動画を僕は出しましたので、まさに今の日本の問題って実はそのメディアの問題でもあって、でメディアの首根っこを押さえているのが総務省だというこの構造が見えないと、僕らって実はメディア批判とか実は一切意味ないんですよね。はい、そういう話です。ぜひ見てみてください。最後、やっと最後来ましたわ。シャープ70、デジタルミニマリスト。これもね、結構未だに見られ続けてる動画で、結構前の動画なんですけど、これに対して3日前に、これ3日前というのはちなみに、これ5月18日に撮影しています。で、3日前にですね、 HK さんがですね、こういうコメントしてくださっています。デジタルミニマリストを解説した動画はいくつかありますが、一番わかりやすかったです。ありがとうございました。こういうのなんか本当嬉しいですよね。だからまあ同じ本をね、解説してるいろんなね、YouTube ってもういっぱいあるから、人気ある本とかだとね、だってそれこそなんだっけ、オリラジのね、中田あっちゃんであったりとか、なんかさらためさんとか、なんかその本を解説する有名なね、YouTuber っていっぱいいて、で多分そっちの方がいいと思うって言っちゃったらもう終わりなんだけど、でもなんかね、やっぱ編集とかも時間のかけ方違うしさ、やっぱ資本の投下の仕方が違うからさ、やっぱ僕よりもね、聞きやすい動画、見やすい動画なんていっぱいあるだろうなと思いながら、でもやり続けてて、でもそんな中で、僕の動画が一番わかりやすかったと、このね、デジタルミニマリストに関しては言ってくださる方がいたというのは、本当に僕としては非常に嬉しいんで、ありがとうございます。励まされます。そんな形で、まあ、今日は、ね、コメント開始で43分も話してしまいましたけれども、ポッドキャスト6万回記念ですね。あれ、6万5千回って僕言った、最初言ったね、訂正します6万回記念の6万回記念の再生記念の、フリートーク
まあコメント返しでございました。まあこれに懲りずに、もしまたコメントしたいなと思った方はコメントしてみてください。その時は次の6万5000回記念の時に、まあコメント返しを動画でさせていただきたいと思っていますので、今後とも応援、ご視聴、また宣伝の方よろしくお願いいたします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。